유카 채널을 자, 유카 ちゃんが例えばね、 まあ 2人とも入るけど、 まあ 今日男デートしに行きます。 セクシーな感じでちょっとやりたいんです。 だったらどうやっていくの、 2人は。 どういう感じで。 자, まずめぐりちゃんは。 セクシー系の服ないけど、 まあ、あえて言われるなら、 なんかまあ冬とかやったら。 首までタートルネックして、ちょっとぴったりになる。ああ、なんか意外と見せるじゃなくて、ああ、私の前、お前。ちょっと好きやろ。好き。でもね、あれは、じゃあ、じゃあ、俺は見せるのが好きだけど、でも、それは、ちょっとちっちゃかったら、あんま意味ないと思う。え、だから、いや、だから、俺は、でも、それも、 いいかも。バイクやな、こいつ。うまいわ、こいつ。これは狙ってないよ。狙ってないよ。でも、それ、狙ってないけど、わざわざセクシーで行くんやったらどうって言われたら、そっちがいいな。なるほど。見せるより、見せないほうで。じゃあ、ゆかちゃんが、もし今日、そうそう、ちょっとセクシーになりたい日は。でも、 見てるけど、そのぴったりめの服もあるし、あと私なんかそのロングスカートが好きで、ロングスカートだけどちょっとスリット入ってるとか、そういうなんかたまに見えるみたいな感じ。だからミニスカートとかじゃなくて、でもなんかあんまミニスカートしたら嫌ですぎ。わかるわかる。露骨にめっちゃなるから、そういう街よりは、そうそう、ちょっとなんか座った時とか、そういう感じかな。あ、日本はやっぱ全体的に なんか見るかな。クラブファッションというと、日本は本当にいろんなファッションがいると思う。別になんか、なんだろう、そうじゃない、出してる人が逆に少ないぐらいな感じ。カジュアル、そうそう、カジュアル、カジュアルで来るけど、韓国のクラブファッションはめっちゃボディコン系、そうね、綺麗セクシーみたいな感じ。好き。そうそう、ボディコン系めっちゃ多いって思ったし、結構それがやっぱウケるよね。そうそう、だから行ってびっくりした。すごいカジュアルに行ってしまって、なんか旅行の感じで行ったらめっちゃみんなセクシーな服してて、それがなんでなのか分かんないんだけど、でもそれ男子が求めてる、多分そうだね。ありがとうございますよね。ギブアンド、ギブアンド、ギブアンド、需要と供給みたいなのが合ってる感じがする。なんかでも水着は違うのね。 そう、海に行った。そう、これ違う、ちょっとびっくりした。そう、うちらもビキニが全くいない。今回チェジュで海水浴場行ったり行ったんだけど、やっぱラッシュガードが多くて、ビキニあっても看板みたいな。そうだよね、足だけだもん。ビキニ着てる人全然いなかったんで、日本だとビキニ実は ビキニ着てきたけど、反対に韓国行ったら、韓国来たら脱いだかみたいな。なるほど、脱いだ着ちゃったんです。そうそうそう、シュガー。それはね、ちょっとね、残念だね。結構クラブとかでは露出するけど、露出するところ目はしないやみたいな。確かに、なんか公共の場所での露出のあれが違う。テレビとかもすごい厳しい感じがする。ああ、確かに。あんまり露出しなくなってきたとか。 ダメだよね、モザイクかかるくない、アイドルは。でも日本はちょっとやらしかったらモザイクかかる。全然そうそう、日本はもう逆に脱いで、なんかもう筋肉見せたいみたいな。なるほどね。それにモザイクかかったりもしない、アイドルだったとしても。全然そう、だからそれ不思議なんで。確かに、そう、めっちゃ不思議。これ結構おもろい話だね。みんなの意見はどうですか。 みんなは今おっぱいの話でみんなありがとうって言ってる。仲間たちは何も考えてないよ今。見るだけ。そうなんだ。だって俺も今結構話多いタイプだけど、ここの話ではめっちゃオタクになってるだけじゃん俺。ビキニの話はちょっとおもろいね。そう、びっくりした。だからラッシュガードが浮くと思ってたから、着なくていい、安心感。逆に着なくていい、これでまあ
大体の韓国と日本の、うん、まあ、素敵な違いとかちょっと話をしてみましたんですけど、うん、まずありがとうございますね、はい、こうやってはっきり言ってくれて、まあ、これがまあ皆さんに好きかどうか分かんないけど、私は好きだったまあね、まあね、まあもちろんいろんな人がいるから、いろんなおっぱいもたくさんあるんだけど、そうだから皆さんの意見も聞かせてください。はい、皆さんのおっぱいの危険も考えてください。久々に2人来てこうやって話したんですね、はい、ありがとうございますね、2人また次の動画で、次はインソールかな、こちら。そうだね、インソール、そうだ、はい、はい、それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。はい、ツイートのフォローとチャンネル登録もお願いします。はい、ありがとう。